霊物厳選の妥協ラインが分かりません。いつまで厳選すればいいですか。まあ厳選は楽しいので無限にやりましょうと言いたいところなんですが、真面目に答えると僕は生物のスコアに関しては割と妥協ラインが結構低めです。スコア30くらいでまあいいんじゃないかなと思いますね。ちなみに一応説明しておくと、この生物スコアっていうのは生物のサブステータスの会心ダメージと攻撃力の数値、あとは会心率の数値を2倍にしたものを全て足して俗に言うこの生物スコアって言います。もちろんね、一部のキャラにとっては攻撃力よりも大切な能力があったりするんで、一概にこのスコアが全てってわけではないんですが、まあ、目安の一つみたいな感じですね。体感だとこの生物スコアが40超えると強い生物、50超えると化け物、60は国宝級です。ツイッターで自慢しましょう。もちろん時計とか杯部分の方が厳選は大変なので、その2箇所についてはさっき言った数値のマイナス10くらいで同じぐらいの価値になると思ってます。ちなみに冠部分の厳選はさらに難しいので、さっき言った数値の体感マイナス15くらいですね。なんで割と25とか超えるだけでも冠部分に関しては十分かなと思います。生物厳選のやめ時というか妥協ラインについてですが、僕はだいたい30くらい超えたら十分強いと思って妥協しちゃいますね。まあ、強いっていうか妥協って感じかな。身も蓋もない話をすると、無凸星5アタッカーに精錬1の星5武器でスコア平均が30くらいの生物を持たせればもう結構いい火力出ますからね。僕が30以上目指すってなると、本当に好きなキャラで少しでももう数値1でも火力を出したい時くらいですかね。なんでとりあえず妥協ラインとやめ時がわからないっていう人は、生物スコア平均20から30くらいを目指して厳選してあげるのがまあおすすめの妥協ラインって感じですかね。